アリーグブルージェイズ2、3ツインズ、2024年5月10日トロント。ブルージェイズの菊池雄星投手、32、が10日、日本時間11日、本拠ロジャーズセンターでのツインズ戦に先発。今季最長8回試合んだ2失点のネバトーモエンゴに恵まれず3敗目を喫した。写真、かっこいいパパ、ユニフォーム姿の菊池が3歳息子と並んで歩く後ろ姿。 立ち上がりに1死から3連打を浴びて先制点を許したものの、きっちり修正。2回から4回までは3イニング連続無安だと相手打線を抑え込んだ。ところが、1対1の5回、先頭、サンタナに右翼ポール際へ勝ち越しソロを被弾。それでも冷静さを失わず後続打者を抑えると、6回から8回までは再び3イニング連続でツインズ打線を三者凡退に封じ。 8回97球を投げ2失点。許した安打は4本、無四球と試合を作った。ただ、打線は相手先発、ライアンの前に好機を作りながら、カイナー・ファレファのソロによる1点に抑えられると、1、3の9回に1点を返したものの、あと一歩及ばず競り負けた。菊池は前回3日、同4日、 のナショナルズ戦は6回6安打1失点で勝利投手の権利を持って降板したが、急エンジ陣が逆転を許し、勝敗はつかなかった。登板3試合続けて白星はつかめていないが、防御率に64と安定感を維持した。